フォーザ・フォーレンの碑文、インスクリプション、オン・ザ・スターリング戦没者慰霊碑、スコットランド・フォーザ・フォーレンは、ローレンス・ビニオンによる詩である。タイムズ詩1914年9月号書出。後になってこの詩の第3から4連が、すべての戦没者への参加としての座を国を問わず、売るようになった。この部分は戦没者追悼記念日の式典で、よく朗読される章下と認識されていることが多く、 王道ブリメンブランスの子は通例この部分のことを指す。クライストチャーチ大聖堂の戦没者追悼碑。クライストチャーチ、ニュージーランドフォーザホールンの抜粋が掘られている、コモンウェルス戦争墓地委員会のクレイシーイギリスの詩人、ローレンス・ビニオンは、第一次世界大戦の開戦に際して、他の大勢が感じた、闘水感とは、対照的な、冷静な反応を示した人物と評されている。 1914年の開戦から1週間後、ビニオンは最初の戦争誌ザ・フォース・オブ・オーガストをタイムズ誌に発表した。フォー・ザ・ホールンの石踏み、背後にランプ岬を望む8月23日、西部戦線におけるイギリスの初戦において、イギリス海外派遣軍はモンスの戦いで損害を被り大撤退に移った。死傷者数が過去のヨーロッパにおける 戦争のそれに匹敵したため、戦闘の規模は明かされなかった。ーザォーレンでは、ビフの死傷者の検証のために特別に、モンスの戦いからの撤退の直後に書かれた。ビニョンは、北部コーンウォールのペンタイヤポイントと、ランプ岬の間の崖の上に座ってこの詩の原型を、書いた。これを記念して2001年にその地点に石碑が、混流された。碑文は次の通り。 ホーザホールン1914年にこの崖の上で書かれた北部コーンウォール中部のポーツレスを見下ろすイーストクリフにも石碑がありビニョンがこの詩をここで書いたとしている詩はタイムズ詩の1914年9月21日号に掲載された第一連はこの詩の愛国的な基調を形作るビニョンはイギリスを母にイギリス兵を子になぞらえるこの詩は 兵士の死を痛みながらもその死を自由の大義により正当化する。自然体を通じて現れる主題である。第二連における単音説のこの連なりはおごそかな壮烈の太鼓を響かせる。この連は第一連と同様に軍隊の栄光を報じる。戦争を音楽と栄光を伴うおごそかなものとして描き、死を天上の音楽と対比する。第三連は 丸の海戦に赴く兵士に言及する。この連は、第四連より知られていないが、戦没者追悼記念日には時折唱えられる。兵士たちは、手足すくいおかに、目確かであり、数知れぬ苦難に対しても、最後まで忠実である。第四連は、最初に書かれ、この詩で、最もよく知られている宿を含む。原文のグロー・ノット・オールドは時折ノット、グロー・オールドと引用されることがある。 また、コンデムの子は、コンテンであるべきとする向きもあるが、本書室のタイムズ歌1914年9月2日号と、後に編まれた、シブンセン・ザ・ウィノーイング・ファン、ポエムズ・オブ・ザ・グレート・ボーイン1914では、コンデムの子が用いられている。双方が共に五色であったとしても、ビニョンがそれを訂正する機会はあった。これはオーストラリアでは、問題とされているが、リメンバランスデーを記念日とするたの。 イギリス連邦諸国においてはほとんど、あるいは全く議論されていない。エイジ・シャルノット・ウィリー・ゼムで始まる校は、アントニーとクレオパトラにおけるイノバーバスによる、クレオパトラの描写、エイジ・キャンノット・ウィザー・ハー、ノーカスタム・ステールを踏んでいる。第5連では、ビニオンは、戦死者について触れ、お屋敷、家庭の食卓や、断唱する戦友から永遠に引き裂かれた兵士たちを、痛む。第6連では、 兵士たちはその死により一種の肉体的超越を果たしたものとして描かれる。最後に第七連は死せる兵士を、兵士であった名残を留めて、更新し続ける星や星座になぞらえる。この村寺は死者を、大英帝国が与えた兵士としての役割はそのままに、追悼する。帝国、これら永遠の兵士たちと結びつくことにより、自らの一種の不滅性を主張するものローレンス・ビニョン。 の伝記において、ジョン・ハッチャーは、このように記している。その禁厳さ、優しさ、嘆きの深さを鑑みるに、ホーザ・フォールムは1914年ではなく1918年9月21日のタイムズ氏に掲載されるべきものであったかのようだ。この氏が持つ雰囲気は、タイムズ氏の戦争報道のものとも当時発表された、他の氏のものとも異なっている。他の初期大戦士が、 この戦争の真の規模と本質が国民の意識にゆっくりと浸透していくにつれて、空らしいものと響いたのに対し、この詩は敗北のたびに、海なき進軍のたびに、多大な犠牲の上に勝ち得る勝利のたびに評価を上げていった。ハッチャーは、この詩は1918年においては1914年の時点よりも限りなく良い歌となっていたと結論付ける。大英図書館は、この時代の 最も心打たれる有名な番歌の一つであり続けていると評している。オードオブリメンブランスはアンザクの日や戦没者追悼記念日、リメンバランスサンデーなど第一次世界大戦を記念する日の追悼式典でいつも唱えられる。オードオブリメンブランスの暗唱に続いてラストポストが演奏されることが多い。イギリス、ヨーロッパこの章歌は メニンゲートにおいては毎晩午後8時にラストポストの最初の部分に続けて唱えられる。大抵はイギリスの軍人によって読まれる。朗読の後に1分間の黙祷が続く。この章下はまた毎年5月24日に行われる巡洋戦艦フットの沈没記念式典の最後に巡洋戦艦フット協会のメンバーによって朗読される。2018年には 旧戦条約の調印100周年を記念して、アットザ・ゴーイング、ダウン・オブ・ザ・サン、ウィー・ウィル・リメンバー・ゼムの宿に習い、イギリス連邦中のカリオンや、教会の鐘を各地の日没時に鳴らす計画が立てられた。マルタ島のバレッタの戦没者記念像の碑文にも、この宿が刻まれている。オセアニア・オーストラリアの全豪大駅軍人会、ニュージーランドのニュージーランド大駅軍人協会では、 毎晩午後6時にこの章歌を読み上げ、続いて1分間の黙祷を行う。これは、オーストラリアとニュージーランドの暗則の日における、ドーンサービスにも取り入れられている。オーストラリア戦争記念館のラストポスト、セレモニーにおいては、メニンゲートと同様に、オーストラリア国防軍の軍人がこの詩を読み上げ、続いて1分間の黙祷と、ラストポストのビューグル水槽を行う。 カナダ・カナダの追悼式典においてはこの章下のフランス語訳が英語版とともにまたは変えて使われることがある。カルガリー戦没兵式年碑にもこの詩は引用されている。レスト・ウィー・ホーン・ゲット・ラドヤード・キップリングの詩、退場から取られたシュクレスト・ウィー・ホーン・ゲットは特にオーストラリアにおいてはあたかも章歌の一部であるように付け加えられ、聴衆に復唱される。この句は 某は戦争記念碑のいくつかに刻まれており、大戦前から使用されていたことがわかる。イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでは、昇華の最終行ウィー・ウィ e ル・ b メンバー・ゼムがこれに、こうして繰り返される。カナダにおいては、蒸気バス水部の第2連が、ザ・クト・ーブ・リメンブランスとして知られるようになっており、最終行も繰り返し唱えられる。エドワード・エルガーは、ビニョンの歌3編を、 イングランドの精神、テナー、またはソプラノソロ、コーラスとオーケストラのための、として編曲している。この、ホーザ・フォーレンの編曲は作曲家シリル・ルー・サムによる1915年の同志の編曲の後に発表されたがゆえに、いくつかの論争を巻き起こした。これは、どちらの作曲家にも責めがあることではなく、当初エルガーは作品の撤回を申し出ていたが、 文芸評論家のシドニー・コルビンとビニオン本人の説得を受け思いとどまった。エルガーが曲をつけたバージョンの詩には第8連が存在する。1920年11月11日にホワイトホールで行われた新しい戦没者慰霊碑の除幕式では、ビズ・プラウド・サンクス・ギビングと呼ばれるエルガー版、フォー・ザ・フォーレンの短縮版が歌われた。 ゼイ・シャルグロー・ノット・オールドは1971年にダグラス・ゲストにより編曲され、リメンバランス・サンデーにおける合唱礼拝のよく知られた特徴となっている。また、ノッティンガムを拠点に活動する作曲家、アレックス・パターソンも2010年にこの詩に曲をつけている。ホザ・フーレンの宿に対しては、 マーク・ブラッチリーも賛成合唱、オルガントランペットのために作曲を行っている。2015年3月にはジル・オルムスによる新たな曲が発表された。ありがとうございます。